お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちら骨だけデッキやっていきたいと思います。まあ、というわけでね、クララにはまあ骨だけスケルトン関係のカードいっぱいあるんですよ。まあこのデッキで今日やっていくんですけど、まあこれ以外にも、ボンバーとか、まあ、あとはスケラーとかもですね、はい、あとはウォールブレイカーとか、まあ、骨関係ですね。まあスケルトンのカードっていうのはね、いっぱいあるんですけど、はい、今日これでやっていきたいと思います。だから今まで、なんか呪文だけとか、施設だけとかやってきましたけど、なんか骨だけデッキは、その中で言うと多分結構強い方だと思うんですよね。そう。なので、まあ今日は3勝からね、やっていきたいと思います。さあ、これはさすがに近起動するんだけど、端前やるスピードってことは、まあクロスとかのね、可能性がすごい高くなってくる。で、このデッキね、ロケ砲泣いた方がいいですね。だからロケ砲とか、まあまあ、ジアチュとかね、なんでもですけど、遠距離系はね、スペルがないんでね。はい。どれもできませんと。で、ロケホーバルキリーはね、いやー、ホグクエイク来ちゃったっすね。まさかの？いや、ホグクエイクじゃないことをちょっと祈りながら、ライトニングのホグだったら、全然、まあ、まだマシかな。でも、クエイクだったらクエイクだったで、バルーンとか通りやすいんでね。いいかなって思いながら、さあ、まあまあ、相手、キョスケの受けがね、地味やじゃない？これ、キョスケ入んねえかな？いや！いや、届いてないです。さあ、で、ロケ砲を無視していきましょう。で、このデッキのね、最強な技をね、皆さんにね、お見せしたいと思います。いや、まあ、テスラ咲いてからの方がいいかな。これ、スケドラで行って、今、ロケ砲ないんでね、このスケドラうざいんですよ、相手からしたら。で、まあ、バルーンとかね、スケバルとか、まあ、飛ばせば強いんですけど、おい、ライトニング。あ、ライト使ったから行きましょう。スケバレから、このバルーンを、あ、待って、ゼロだ！失敗した！最悪最悪最悪。ちょ、これ、ミスっす。マジでミスっす。本当にミスっす。スケバレが押せるんですよね。やべえ、ミスったー。これ、種バレたの、やべえ。マジで吉。やっておった。スケバレの真後ろのバルーンになるように、同じところにトゥトゥンってね、スケバレから出してあげると。なんかバルーンスケバレの形になって、スケバレの方がね、移動速度が速いので、バルーンがね、加速するんですよね。加速バルーンを飛ばすことができるんですけど、種がバレた、そして今回ゴリゴリのテンペルデッキってことで、ちょっとね、難易度が鬼な気がしてますね。まあでも、そういった時には、このね、スケバレの落下ダメージとか、あとこれ、バルーン飛ばすだけでもうざいんじゃない？おい！しかもスケが残ってる。いや、いい。熱い。いや、マジこの、落下ダメージ入るだけでも僕でかいんで、あとはスケキンのね、スキルのダメージ狙ったりとかもね、ちょっとしながらやっていきましょう。で、今、さすがにね、これはライトニング打てない。いやー、で、まあ、ボムの範囲がそこそこに優秀なんだけど、このロケット方式がね、ヤンキーなんすよ。マジで。おい、どこぞのヤンキーやねんっていうぐらい強いんですけど、いや、これテスラ咲いたらさ、マジ逆サイバルーン飛ばすだけで熱い気がするんだけど、これ壊れるよな。で、相手テスラ咲いたら、これライトニング打たないとね、守れないと思うんですよ。そう、でもライトニング打つけど、いやー打つけどみたいなとこないか。タゲガーとか思ったんですけど。さあ、で、ボールライト使ったら、まあボムがね、最強です。というわけで、相手なんか苦しそうですね。受けがすげえ苦しそうなんだよな。で、ロケ砲がマジで、あ、これも美味しい。で、ここで、バルーンじゃなくて、スケキンとかで一個。これでもうざいんだよ、相手。からの、まあ、バルーンも絶対添えてあげて、さあ、キョスケが、おい、なんで戻ってきたんや、テスラに。さあ、壊れる、オッケー。バルーンの爆破が通ってくれれば勝ちなんで。相手はね、多分、防衛のライトニング打たないと、守れないっていう。え？これ、熱いっすよ、マジで。今の環境の中で、ゴリゴリトップレベルに強いんですよ、この、ホグライトニング。本当に環境トップかっていうぐらい強くて、それに、今、勝てそうなんですよね。やばいんですよ。今すごいことが起ころうとしてる。でさ、これはね、スキルも使ってあげて、テスラを壊してほしいな。さ、テスラ壊れたんでバルーン。で、ここには防衛ライトニングかな。で、テスラ2周目回してきたか。いやー、それはね、やばいっすよね。どこをどう見てもやばくなってきて、うざいんでとか言っちゃったんで、端前気をつけて。やばい、待って。いや、これ鬼の許容で。いやー、タイブレイクいかれるか？いや、私、ロケ砲やばいな、あれ。キョスケの爆破で全部死んでくんねえか。まあ、あとは、スケルトン部隊でも守りたいね、これ。いやー、これはそうっすね。攻めウッドしないといけないんでね。オッケー、ライトニング使ってくる。オッケー、熱い。マジである。
さあ、マジである。いろいろ行こう。いろいろ行こう。いろいろ行って、両サイね。両サイ、両サイ。両サイ事故。両サイ事故。マジで。バルーン、バルーン。相手ライトニング使ったよね。ライトニングこれ、撃ったところで滝が事故る。滝が事故る。オッケー、一発で。一発。いや、でか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 、ボム置いて。近すぎ、近すぎ、近すぎ。スケバレのラックダメージ入ればいい。勝ち。でも、ラックダメージが世界一通らない世界。いや、でもいい。でもいい。一生プレッシャーね。さあ、防衛ライト使って。防衛ライト使わないと。危ない。ふぅ。危ねえ。一回ね、防衛スキルやっとけばよかったね。オッケーオッケーオッケー。これ熱いな、熱いな。ウッドとかもね、打ちちゃいましょう。相手いっぱいありますからね。さあ、いや、ホグライトに勝つのはマジで強い。さあ、よろしく。で、まあ、さっきの見てくれればわかるんですけど、このデッキってやっぱスペルがないので、絶対的にダメージ与えることはできないんですよ。絶対ウッドでダメージ稼いだりとか、まあ、そういったことはできないので、最後の最後に、あとミリでね、うわーっていうことが起こり得るんですよね。なんで、それを考えたときに、序盤から相手のダメージをね、防いでいきたい。こういうエリボボとかもね、防いでいきたい。抑えていかなきゃ、後半ね、もう追い上げられなくなってしまいます。はい。バレたらね、種がバレたら終わっちゃうんでね。いやー、これザップありそうだよな。いやー、やばい。エリババミニペデッキ来たんだけど、やばすぎだろ。いや、でもこれ、きついやろ、普通。いやー。フィジカル京介が、いやいい、陸の受けがね、優秀や。相手も陸ばっかや。さあ、ですがこれは俺も勝てえからな。相手の対空にもよるとこですが、さあ、これファイスピーだけど一瞬釣れたら大丈夫でしょう。出始まエリババかな。また、いや、エリババ受けがね、まあ好きや、裂いちゃうとちょっとやだな。ザップバルもんな、やだな。こんなのに威張られたり、今なんかバルキリーミニペやばい。マジでやべえデッキ来たな、これ。ゴリゴリのね、トロ隊によってはテンプレートなるデッキっすよね。さあ、守りましょうか。しっかり守っていきましょう。やばい。バルキリーエリババミニペ、これウィザード確定演出とかじゃないのかな。あ、ザップ使った、ザップ使ったら、これ延命したいな。よしよしよし。さあ、しかもスケキンのスキルね、パーティーあるぞ。いや、でもバルキリーいたんでね、ここは、まあ、スケキンにバルキリー出してくるだろうっていうので、まあ、一旦バルンですね。スキル使ってもよかったけどな。使ってもよかったな。ハミスケ出してもよかったけど、オッケー。これは攻めていきましょう。今の間ね。いや、これボミルからいらなかったかな。まあいいや。熱い。バルンモビツ、あー、熱いからの、これにはザップが待ってない。キキキキ、熱っ。いや、普通にちょっと強いのおもろいよな、このデッキ。さあ、エリアが取ったんでね、血橋から行こう。で、まあ、陸はこの辺でなんとかなるでしょうって。しっかりボムを置いて。まあ、ザップ来るかもしんないんですけどね。さあ、ザップ打ったところで突破できないですよねっていう。オーケー。でも、バルーンつければ勝ち確で、落ちるかちょっとわかんないので、ちょっとこっちにね、ユニット追加もしつつ、いや、いらんかったか。逆サイスケバレね、これプレッシャー与えていきたい。残れ。あー、残んないか。まだファイブ使ってくると美味しい。さあ、ラックダメ入れば、僕マジで。大喜びなんでね。おい、ナイス。いや、まあこれはちょっと相性が良かったんかもしれんね。わかんないけど。いやー、すごい、こういうの嫌っすよね。嫌なんで、ちょっとええ感じにね、範囲で、全範囲で芝居、もう一生範囲でね。オーケー、ナイスナイス。さあ、で、京介、スケドラということでね。いや、いいんじゃない。意外となんかやっぱ強いね。間違いなく強いね、このデッキは。普通に強い。ネタデッキではあるものの、なんか、結局スケとか入るとね、使いやすくなりますし、バルーンもスケバレも優秀なカードなんだね、本当に。さあ、どんどん行きましょう。LSP、ヤコキン起動ですね。ハシマ LSP はもうね、クロスが8割で、1割がね、まあ、ホグと枯渇ですけど、さすがにバカすぎるか。まあ、クロスっぽい顔してますね。はい、クロス来ましたね。いや、クロスはね、ちょっとめんどいよな。まあ、ちょっとどころじゃないよな。めんどいっすね。やべ、待って、これミスった。タイミングゴリかぶって、終わったんすよ。なんで、これは、せめて、一時交換したい。と見せかけての、逆サイも一応守ります。あ、テスラがやべえな。テスラマジでぶっ壊れ。早くカボして。やばいやばい。いやー、で、ファイボか。しかも、テスラによるようなファイボで、耐えてきそう。いや、もう一発欲しいな。で、ここで、いや、待って、相手も捨てた。あれあれ待ってよ。
いやこれは熱い。いやコストギリ間に合ったと思うんだよな。いや熱いな、これは熱い。いやでも全然負けられるんですよ。あの一生守られてファイボー削りされて負けるみたいなこともあるんで、ちょっとそれはね気をつけていこう。まあ、スケギンのスキルをもうちょっと上手いこと使うのと、あとはね必殺技僕まだ残してるんでね、その必殺技もちょっと狙っていきたいな。いやめっちゃいいナイトやん、マジかよ、良すぎやん。いやでもテスラ咲いたらこれ結構熱くて、あのバルーンからの真ん中キョスケとか普通にきついと思うんだよな。よいしょ、さあいっぱいね、さすがにこれは突破されんやろ、数で。オッケーオッケー。でウッド使ったんでスケバレ飛ばしたいけど、どうせアーチャー来るんかな、コスト使うのいいよいいよ。いやー回転早いの怖えな、マジで相手の回転バカ怖くない。さあアーチャー来たらスケキンでぶん殴ろう、ぶん殴り。オッケーオッケー。でこのスケバレね、落下ダメージ稼ぎながら、いやこれさマジバルーン相手結構舐めてんだよな。よいしょ、で竹取って、まあアッチャファイバーで止まんのか、爆破だけでも欲しいんだよな、爆破だけでも欲しい。いや爆破入ればもう大喜び。オッケーオッケー、よしよいしょ、で守る。いや相手もね、あ待って俺なんだこれ、やばいやばい、マジやばい、変なことして、はい変なことして、アーチャーいた、アーチャーいたわ今、やべ、俺の目が腐ってやがる、やばい、アーチャーいたな今、気をつけろ。さあ相手はもうゴリゴリね、回転でくる。さあフィジカルやる、おしおしおし。さあこれバルーンからのあの真ん中スケキン行きたいな、一応ちょっとルート強制までしちゃってね。テスラこんにちは、でこんにちはして、いやルート強制してるからそれ釣られないぞ、熱い。でスケキンのスキルとかも使って、オッケー。いやーこれは相手やっちまったね、やっちまいましたね。よし、いやクロス11なったらでかかったっすね、あれもう守られてるだけで超怖かったんですけど、さあナイス。まあなんかね、攻め手がいっぱいあるのがいいよね。そのスケバレで攻めれる、あとはバルーンで攻めれる、まああとはスケキンのスキルでも攻めれる。まあそしたら普通になんかね、キョスケプラスのスケドラとか、まあそういったところでもねプレッシャーかけられるんで、なんか意外とこう攻めが豊富なのがねいいよね。しかもまあ守ろうと思えば結構守れるデッキでもある。さあ迫撃砲か、まあディガーかホグか、まあスケラかみたいなとこありますけど、ドイツでしょうかっていう、わー最悪です、かぶったっすね。まあ、ゴスケキンで回収しようか、しっかり。ザップ。これ、ボムの爆破でさ、ちょっとかするんじゃない、あの子。んナイス、いいね。まあ、痛い。いやー、まあ、これ、スケキンのスキル使って、ダメージなくなして、コウモリあるよねー。コウモリあるよねー。思ったわー、マジで。いやー、これ、やばいなー。ゴリゴリの強い迫撃砲だな。ファイボと、ウッドの、まあここはしっかりタワー殴ってからのスケで抑えたい。でいやウッドあったっけ、あれウッドなかった、ザップだけ、あれ、いやー、まあ、ザップならまだいいんだけど、ウッドザップだったらやばい、あれウッドはあ、でもウッドザップだったらスケドラ無双っていうパターンもある、ウッドなかったっけ、もう俺の、いやーわかんない、勘違いかもしんないけど、さあ、キョスケバルーンスケドラ組めば、あっちいい展開な気もするが、いや、もうこれガン無視していい気もすんな。吐き砲ちょっと受けちゃうんだけどな。いや、ウッドだったんだよ、俺の目がね、おかしくなければ。いや、でも低めコウモリで終わっちゃうな、こんな。いやー、吹き矢化け物だな、あれ。やばいよ、これはね。じゃあ、どうやって勝つのかっていうところで、必殺技をね、使うときが来たかもしれないですね、僕の。よいしょ。いや、あとは逆サイドを攻めるのもね、ちょっとありな気がするんだよね。よいしょ。いやー、拾ってるよ。吹き矢逆行ったの、熱っ。これマジで熱い。いや、これマジで熱いよ。熱いレベルじゃないんだよね。よいしょ。あー、待って!マジで。ルート強制しくった。いやー、相手のこのコウモリ、うまっ。うめえやつしか先行無理やん。いや、やっぱウッドザップでしたね。まあ、ウッドザップなら、
まあ希望はある。うん、そうゴリゴリで希望はあって、よいしょ。いや待って、あ、なんかね、もうごっちゃごちゃ、何がどうなってんのかねすごい分かんないんですけど、そういうこともある。いや今のは抑えれたな。あ、待って、いやスケドラ入るなんか普通に勝つそうになってきたなちょっと待ってよ、形組んでるだけで普通に勝つそうな気がしてきた。さあフィジカル、いやいらんかこれ、やべえ、ゴリチンパンしてんだけどマジでチンパン、鬼チンパンしてる。さあ、あのね、これスケバレの落下弾入れたい。あー、ちょっと待って、あ、なんか相手も事故ってんな。これバルいらんかったかな。いや、まあなんか知らんけど勝てそうでいいいやマジでなんか知らんけど勝てそうなんだよな。オッケー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 、熱っ。さあで、こっちにね、あー、ウッドからのね。さあザップ、危ねえ、怖え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 よ怖えよ、それはマジで。スケバレ、まあバルーン飛ばして、まあスケバレ一回温存しようか。ドゥグ、これ釣られないんじゃない、もしかして。うえーい、でね、施設壊れたところでスケバレ追加、はい決まりました。ルーズ行政ですね。まあこれはね、必殺技のねパターン1です。はい、2つ僕持ってます。はい、1つ目の必殺技ね。さあルート強制成功していく。あれ待って、めっちゃ強いんだけど7-0 まで来た。ま、マジかよ。さあちょっともう1個のね必殺技をね皆さんにお見せしたいんですけど、まあ、相手が対空されたタイミング、あと施設されたタイミングで、ちょっと俺はねその必殺技を使っていきたいですね。さあザピオくんか。いや手札鎖チン腐ってる。いやスケキンかキョスケどっちかればよかったのに、これでロイフグだった時はちょっと悩みますけど、ロイフグだったら相性良さそうな気もしないことはない。いや相性悪くないんじゃない。でこれちょっとボム延命させたいね。ボム延命でいきます。で暇すぎるんでスケダラ出してワンチャン5打ってもらってみたいな。後ろホバかな、でも、うん、いやオッケーオッケー、なんかめっちゃ熱くね残ったんでさすがに行こう。お、タルババ使ったな今。いやこれやっぱ親衛隊ロイフグいや親衛隊ロイフグさあ、やさめー、やさめやばいっすねこれ。やーなだけでちょっとまた話が変わるんですけど、やじゃなかったらゴリ良かったけど 100-0 で勝ってた気がする。ファイボタルだったらね。いや嫌な目あるとまた話が変わってくるんですけど、結局ファイアボもあるんでね、一旦止まりましょう。スケルトン部隊がいけないですよね。ファイアボタルだったら低めのスケルが最強になるんですけど。さあ、あと攻めてほしいけどな。ファイバルーンでね、バルーンも行きたいけど行きたくないみたいな。ふんふんふん。まあ、イモって行きましょう。いや、全然勝てる、全然勝てる、全然勝てるよ。俺まだ相手分かんないからね。こいつは何のデッキなんだろうって思ってるところだと思うんで。骨骨デッキでーすって感じで、よいしょ。そうボンメンメンしていきたいな。まあ結局このスケバレいらんか、ホバでホバで行かれちゃうか。いやでもここでやっぱホバうざいんでね。あーでも相手防衛まで防衛の結構停止してくれるね。いやー矢か、矢がやべえ、矢が。いやワンチャンってエレスピあった。いやエレスピないもんな、嫌だな。なんかファイボがない方なのかなとも思ったんですけど、さすがにやりそう。いやまあこれ親衛隊蓋してくんかもしれないけど、ハゲてくんねえかな。これちょっとワンチャンいってみようかな。どう、何がどうなってるのかすごいわかんないんですけどなんか事故んねえかなっていう。いやなんか事故ってるよね。でも結構事故ったよね今、結構事故ってたよね今。さあスケバレ飛ばしてバルーンも行こうかな。いやこのバルーンはねバカなんですよね。なぜならザッピーいるんで。これやばいっすね、やばい、負け筋引いてる、やめてくれ。俺がこんなことしなければ一旦ボム置こうか。いやスケキンでいいか。おー白ファイボ絶対いらんかったよ今おいしいよし、待って待って、勝てそうなんだけどさっきからなんか知らんけど勝てそうなんだよね。こんなんでいいので、俺の必殺技ね今回見せれないかもしれないな。いや一旦スキル使っとくか。あれなんかなんでこんな刺さってんのかマジでわかんないんだよね。本当に本当にわかんないんだよ。
いやもう勝てそうなんだよね。いやエリアードのね、この一生俺がエリアード取ってるからさ、相手マジで苦しそうなんだよね。一生俺初めから攻めてるだけなんだね。でバルも飛ばしてあげて。いやこれで勝てる。でタルババが今回ってないからヤナメ使わないといけない。いやスキル使ってもよかったけど、危ない。ボムしっかり置いてね。ボムともう一発入って勝った。ちょっと待って待って待って、えっ、なんか汚くね勝ち方本当に。違う、もっとなんか俺は美しく勝ちたいのよ、わかる。いや待って、マジか、順調なんかできそうなんだけど。いややばい、なんかね。いやちょっともう一個の必殺技ね、ちょっとお見せしたい、お見せしたいんだけど。いやいいね、ボム大活躍だ。いやーこれスケキンないからな、端前スキバルからのケツスケキンももうズルじゃんっていうぐらいね、ちょっと強いんだよ、ね、さあやりゴブか、うまそうな香りしてんな。わあラバクロやないかい、何やねんうまそうな香りって、ゴリゴリのラバクロやないか。さあこれもう攻めちゃいましょうか、コウモリも咲いて、これうざいんじゃない。でスキル使ってあれは遅れて守れたらいいなーっていう。やべ、竹変わってしまった。いやこれ竹変わったのやったな。まあこれはもうしょうがない、コウモリ咲いてくれたらバルーン飛ばしたいんだけどな。本当はなんかボム爆破とかでいろいろ守りたいんだけど、まあファイボか、ファイボで終わっちゃうかな。まあまあまあ、いやでもこれでダメージ押しちゃいますからね、知らんけど。ラバクロはですね、スケバレの落下、あとはスケドラの範囲と、あとはボムタワーの爆破、あとはキョスケの爆破で意外とこう光栄溶かせるもんなので、なんとかなるもんですね。あとはファイボしかないから、単純にこの小物うざくねっていうね。いや本気を聞き、ファイボしかないからね君。本気を聞き、さあ不意打ち決まって終わりましたね。やば、いやーマジかよ、鬼強いんじゃねえのか。さて骨骨で12勝いけそうな気がしてきたね。さあ来た、よろしく。まあ俺のデッキはね、相手からしたら何かわからないのが強いね。なんか序盤こい持って、あーなんか今日スケとかスケキンのデッキなのかってなるじゃないですか。そこの追加バルーンとかがね熱いよね。さあ、いやーこれねゴブドリだったら対空テスラとファイボだけなんで、うわー違った、インドラ来ちゃった。インドラゴブドリはねあんま見ないな。いや相手のスペルもちょっと知りたいな、ファイボ使ってほしいな。いやこれわかんないな、これ必殺はちょっと一回いきます。テティン速さ早いよ、あーやばい、ファイボーインドコウモリこれやばいね。さあ普通にやっちまったかもしれない。ゴブドリー、なんかゴブドリのね、なんかすげえ陸、古きゴブドリデッキ。いやーダクプリもいるっすもんね。いやこれはね終わったかな、ファイボと。いやーしかもザップですと。いやあの俺の必殺技がね、大ピンチを招いてきました。あれ俺も釣らなかった、やばい、ごぼうりぐらいの感覚でいたかもしんない、内側ダクプリ。いやーまあこっからダメージすげえワンチャンのか、インドコウモリがねやっちいっすよね、ファイボザップと。まあ事故ればぐらいかな、事故狙いでいくしかないで、インドいるんでマジであのスケトラマジ無っすよね。あオッケーオッケー、さあ今回ザップが回ってないと。でこのスケがいっぱいいるからバルーンを飛ばしてインドラをちょっとね無効化したいみたいな。うん、いやありそうなんだけどな、雰囲気ありそうなんだけどな。よいしょ、いやメガナイトで踏まれたら終わっちゃうかな。ここでスキル、いやスケたらたまたま後ろ向かねえか。いやいいよ、バルーンにファイボー、なんか流れは来てんだよな。
いや、流れはね、来てんだよね、マジ。流れはなんかちょっとずつ来てんだよね。まさかのね。あれ？なんかマジでワンチャンありそう。マジでワンチャンありそう。172。バルーンできるだけ飛ばしていこうか。相手防衛5これ使わないといけないんで。おすきが、ファミスケ、ファミスケ。いや、バルーンの爆破入んねえかな。入ってねえから。さあ、スケバル飛ばす。ザップ使う。さあ、バルーン飛ばして、バルーンにファーブ使わす。さあ、スケでね、スケドラ延命します。スケドラ俺命なんでね。で、スケバレでも飛ばして、スケキンも出して、あれなんかワンチャンありそうだ。ファーブ使った。ワンチャンある？あ、分かってた。ちょっと待って。このデッキ強いぞ、マジで。マジで強いぞ。10勝。あと2だよ。多分これ12勝いけるね。後半の粘りがえぐいな。さあ、なんかね、スケドラしか空に対していないんですけど、そのスケドラをね、スケルトンとかで、スケバレとかでええ感じにね、延命してあげると、奇跡が起きました。さあ、波乗りか。いいな。俺も波乗り使えて。いや、クロスか。クロスはね、いや、ウッドされるともう泣いていいってなるんでね、僕。いや、アイグルホグかもしれん。ホグなのか。いや、ホグはホグで、ね、まあ、言うて嫌だけど。あれ、違うな。なんだこれ。アイバルチーがバルーンかな。なんか、ボムタワーバルーンぐらいっすよね。わかんない。ボムに行くよな、これ。俺、行かないんだ、それ。さあ、まあ、これ、スキャバレ、アイゴレインド。たまたまザップないとかないかな。そんなバルーン存在しねえか。うん。まあ、インド、今、まあ、バルーンか。今、あれか、ボムで受けて、あ、これ見て。俺、マジで、こうやって、ボムで受けてくるんですよ。だから、ルート強制。いやー、あーちゃん。もう一発？いやー、火吹けや、お前。これで一発入るんだね。いや、熱っ。いやー、熱いなー。いや、でも、相手のバルーンが。いや、この位置じゃねえんだよな、ほんとは。もう一個内側なんだよね。これ。これやばいね。逆サイから撃ってくれねえかな。いや、撃ってくれる。いやー、一発入るか。まあまあ。大体、雪玉ね。いや、雪使ったのか。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、このスケバレが意外といいぞ。いやー、インドラいたわ。これやべえ。このスケキンインドで剥げるな。いや、スケバレ使いたいけどな。いや、これは、一回剥げていいんで、スキルだけ使ってプレッシャー与えていきます。嫌がらせ。うん。嫌がらせ使って、あとはこれ、橋前キョスケでやるか、あれ。フィジカルゴリラ、キョスケか。あれ、俺、ボムの位置さ、やってるもしかして。いやー、危ない危ない。これ耐えれると思うんだよね。うん。さあ、いろいろ奇跡を起こしていこうぜっていう。いやー、メガナイト。あ、待って、入ってる入ってる入ってる。スケキンが。あとちょっと。あとちょっとやんけ。あとちょっと。あ、ちょっと、あ、ちょっと。いやー、終わるか。終わるか。いっぱい時間稼いで。いっぱい時間稼いで。いや、世界変わる、世界変わる、マジで。世界変わりそう。世界変わる。世界変えれるぞ。世界を変えろ。世界を変えろ。いや、俺のボムの位置が雨。ここじゃねえんだ。
よいしょ。いや、世界を変える方法なんだ、ここの。スケキンか？やっぱスケキンか？スケキンだな。で、バルーン使って、じゃあ、ディガー、陸撃使って、いや、マジで、マジで好きやー！よくやったよ。よくやったよ。あれあれれ、こんな予定じゃなかったな。行きましょう、12勝勝てば12勝です。さあよろしく。鬼強いのかスケキン、スケバレ、バルーンいやー、おもろすぎんだろこれ。これで勝てんの？ちょっと待って、いけるぞ。いやー、スケバレからのスケキン必殺やろうか。あ、スパちゃんか。いや、逆サイバレン行って、ちょっと防衛してもらいたいみたいなとこある。スケルトン部隊いるんで、俺には。いや、これ捨ててくれたら熱いな。いや、ゴブジャイの背中で、うわぁ、落とさせてくんねえやつだ。うまいな、今。いや、ザップ使った。あっちー。今ね、僕がね、スケ出したじゃないですか、真ん中高めに。なんで、相手は、まあ、スケ出したら普通、スケ部隊なの、いないんですよ。あ、ザ、いねえやってとこで、僕のスケドラをね、飛ばすために、ゴブジャイの背中の槍と、ザップでね、スケバレを、スケドラを飛ばそうとしたんだけど、まさかの、おかわりおかわりスケルトン来ちゃったね。あー、これ、勝ったんじゃない？勝ったんじゃない？いや、わかんねえけど。いや、マジ。無理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 。やめて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 。やめてやめてやめて。無理無理、コウモリ無理なんだよ。よし、コウモリ型か。いや、これでもスパーキーに当たるんだよね。どうやっても当たるよね、爆破。どうやっても当たるよね、これ。当たんないこと無理だよね。なんならタワーにさ、入ったとかないあれ。入るんかい！ちょっと待って。それはもうびっくり。それはびっくり。で、これね、しっかりスケで囲んで、あいつはこっちにもザップしたいんだけど、こっちにザップ打ったらスケブ突破できないんでね。さあ、どっちかでいいですね、僕は。オッケーオッケー。余裕だよ。余裕で勝つそうだな。さあ、必殺でいきます。これじゃないけど、僕の必殺は今回登場しそうにないんで、まあ、言っちゃうと、スケバレバルーンですね。スケバレバルーンが必殺だったんですよ。やったっけ、今回。お見せするか、一回。勝てそうなんで、一回お見せします。スケバレからの、バルーンで、バルーンがね、加速します。あ、これ言ったな。あ、言ったっけ？ちょっと待って、もう。なんか、覚えてねえやもん。何も覚えてねえわ。うん。で、公演めんどくさいんでね、気をつけて、全ハゲします。急に雑になる。おい、いや、全ハゲして。いやだ、ボム強っ。あ、オッケー。やば！待って、余裕でかかった。やば、マジか。というわけで、骨骨デッキ激強でした。皆さん、間違いなくね、びっくりでさ、これはね、やばいね。普通のデッキ使ってもこんななんか圧勝できること少ないからね。さあ、12勝ね。いや、チャンピオン出てくんねえかな。あー、何も出ずと。というわけで、皆さんもね、ちょっと骨骨デッキこれね、使ってみてください。思ったより強かったです、本当に。友達とかにね、はい、ぜひね、仕掛けてみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。